開始だ。なんで封じに行って、そんなのお前じゃない。お前だけが俺をいじめなかった。お前だけが僕にも言ってほしくない。俺は世界す。ひどいな、偽物なんて。もう分かった。俺が K だ。お前のあ。最初は。偽物でもいい。お前の姿をしているでもそれじゃ満足できなくなって、だから敵を用意した。そいつらからお前を助ければ一緒にそいつらを倒す。俺の相棒に、本当の正義の味方に。それじゃあ今までのことはバカバカしいって思うか。思うよな。
はずないだろ。親友の立場じゃ。でもようやく分かったんだよ。お前はどうあってお前だって本当は俺のことをバカにしてたんだ。だから一緒にいてくれなかった。あ、お前も俺をバカにしてきたあの不良どもと同じだ。能力がだから俺は強く誰にもバカにされない。そして現実でも俺は K の力を使えるようになった。俺が一番理想とするお前、エデンで最も強い。もう負けない。誰か引っ込んでる。俺はお前の声を。全部俺が望んだことだ。喜べ。これ何を言うか。デジモン、あいつが仮面の中にいたの。古い俺はもういらないよな。そんな奴ほっとけって。しっぽけな劣等感と憧れの間で閉じ狂ってお前を振り回していた。クソ、信念が効いて呆れるよな。こいつ、俺の言うこと対等になりたくても自信がなくて手が伸ばる。だからあの手この手でお前の、それが裏目に出て。思い出すだけで笑えてくるぜ。人の顔なんてな、本当に安心しろよ。たっぷりと楽しませてくれ。俺がきっちり俺の望みを叶えて。俺のものにならないお前ならいらない。さあ何して遊ぶ。昔よくやっただろ。俺がダークレジェンドヴァンガード K で、お前が宇宙レスキュータスケンジャーだったけどさ、最後はいつもだって。俺はだ、負けるわ。そうだ、ま、負けるわけないんだ。ふざけんな、ふざけんな、ふざけんな。
終わったね。エリカ、見てた？あのデジモン、この仮面に仕込まれていた。それが歪んだ彼の心がさらに仮面のデジモンに影響して暴走し、お兄ちゃんと君が見たかった彼と、彼が見て欲しかった彼と、彼だけじゃない、君も私も。でもどちらも本当じゃダメなの。お前倒してくれ。たまたま手に入れたんだ、あの金。あれをつけているとハッキングスキルも考え方も全部自分の力だと思って K として活動できた。すべてあの金。あいつが語ったことは全部本当だよ。いつからかあいつに言われるがまま。でもどうせお前は。言えよ、気持ち悪いって。二度と顔も見て。お前の綺麗事なんか。なんだよ、お前って。